崎チャンネル。ちょっ。こんにちは。さあ、今日はですね、はい、里崎チャンネルアワードです。おー、はい、2022年、里崎チャンネルが出した動画、はい、ショートも全部合わせて500動画です。そんな出してるんですか。約500動画、490何本らしいんだけども、はい、今日現在ね、うん、だから多分12月31日まで行くと、ひょっとしたら500いくかもわかんないけども、そうですね、うん、約500個出した中での、うん、1年間で出した動画の中で、一番再生されたのは何の動画かって、はい、おこれね、ベスト10とか出してるんですか。ベスト10です。ベスト10、はい、じゃあ羽川さん問題です、はい、5位なんやと思います。5位、5位はですね、はい、今日現在ね、はい、今日現在、はい、693,854 回再生です。いつ頃出たやつですか。上半期です、はい、上半期、はい、それは私は出てますか。佐藤さん一人ですか。俺一人だね。うわ、一人か速報系かな。じゃあ佐々木朗希完全試合とか。あ、下半期だった。下半期、あ、下半期ですか、はい、下半期、うん、じゃあ下半期だった。トレード速報とか。誰の誰の合ってるんですか。トレードですか。合ってる。合ってるんですか、うん、じゃあもう阿部選手、涌井投手トレード。正解。本当ですか、はい、11月15日投稿、はい、トレード速報、楽天涌井と中日阿部の大型トレードの動画が5位です。じゃあ続いて第4位は下期か上期か、あと2人か1人か教えてください。1位から5位まで4つ下です。4つ下、1つ上、すごい。下で上位来てるからすごいで、爆発力が、うん、はい、4位は1人か2人かどっちですか。4位は1人です。私いないじゃん。だって大体佐藤さん車とかで撮ってる1人でなんか速報って出すやつが回るんだよ。10月20日に公開されてます、はい、あ、分かった。はい、なんですか。優勝速報、優勝おめでとう速報みたいなやつ。第4位はドラフト会議、今年はこの選手が一番いいっていう、うん、ドラフト1位だけの速報を家で撮った動画が74万2千再生です。10月20日、そうだ、ドラフトその時期だ、はい、焦った。これが第4位、はい、家で1人で撮ったやつ、はい、じゃあ第3位は唯一の上半期です。上半期、はい、で1人で撮ってる。一人で撮ったやつ。私いらないよ。速報が回るんだよ。一人で撮ったやつです。もうだ、速報でしょ、きっと、はい、これは2022年5月20日です、はい、84万7070再生です、すごい。佐藤さん、なんか誕生日なんかしました。野球教室。そういう動画じゃないか。じゃあ里崎のお誕生日ですみたいな、なんかそういう。そんなんが84万回回るわけないやん。ね、だから皆さんも一緒に考えてくださいよ、はい、その時期に何があったかってことですよね、速報系だよね。速報系ですよね、うん、だって完全試合は4月でしょ、うん、ノーヒットノーラン達成、千葉ロッテマリーンズに激震、里崎&三郎が組んでクーデター画策か。それか、はい、あの週刊誌出たよ、はいはい、それがあれについての話、はい、が3位です。3位、へえ。じゃあ続いて2位は、はい、2位はちなみに2人です、はい、2人ですか、はい、9月26日です。935,274回再生です。めっちゃ回ってる。2人で撮ったのでそんな回りました。はい、2人で撮りました。9月26日公開っていうね、これ日付がミソだからね、はい、あれ9月 26? あれか、何、私が笑ったやつか。あ、わかった。なんですか。これはわかった、うん、あの、はい、動画投稿ができなくなりましたっていう、羽川さんの臭い芝居があった、総チェック終了のお知らせが93万5000円。あれめっちゃ回りましたもんね、はい、はい、あれが2位です。これが1位かと思ってたの、はい、俺はね、うんうん、じゃあ1位は1位、10月4日です、はい、989,886 回再生です。だから10月だから、うん、まあ、ほぼ今日2ヶ月半で、うん、ほぼ100万回してるからね。すごい、全部上下半期だからね。ですね、うん、だもうすぐ100万、これはい1位、はい、1位。ちなみに優勝したのっていつでしたっけ。オリックスとかソフトバンクが、だからこれ 10月2日とか1日とかそんな感じだった。そのぐらいでしたっけ、うん、最後の最後だから3日とかそんな感じ、うん、それが9月10月4日です。10月4日、はい、優勝した後、はい、皆さんも一緒に考えてくださいよ。優勝した後だから、じゃあストーリーブリーグの話ってことか。お、そうだね。おストーブリーグだから FA、 FA 争奪戦です。FA 争奪戦、はい、2022年、FA の超目玉選手、 FA 情報。おー、
これが90、もう今9万回。あ、すごい。これが1位。へえ。でも10月だからね。そうですね、うん、だから5月20日はね、こう俺が誕生日の日で、うん、羽田空港でネットニュースを見て、はい、で熊本に着いてすぐホテルで撮ったっていう、ね、うん、あ、そうへで、あとこの涌井と阿部のトレードは、うん、これ終わったら羽田から移動しなきゃいけなくて、その前に千葉テレビのゴルフ番組収録してて、はい、羽田の駐車場で撮りました。へえ、すごいですね。なんか下期の方がやっぱりでもまあクライマックスになっていくから、うん、あとはまあ速報系ニュース多いからね、うん、でも下期でこんだけ回るってことは、はい、もっと回るからね、月日が経てばね。そうですね、そうどんどん100万回とかいくかもしれないですね、うん、FA そんな、まあ注目度高いですからね。そう、1位は新球場だったんですね。あ、エスコンフィールド、ね、うん、7位がロッテの公認監督の報道、正直にお伝えします。あ、6位が、佐々木朗希の審判の、ありましたね。それはじゃあ順位こんな感じになってますからね、はい、見てますか、うん、でちなみにショート動画も今年出してるんですけど、はい、ショート動画で一番回った動画は、はい、なんと10月7日、はい、200万再生強。おお、すごい。プロ野球どっちが払うの問題です。あ、上下関係のね、はい、話ですよ。え、だから昔に撮った動画をちょっと切り抜いて出したってことですね。そうで、続いてがビタ止めキャッチング、あれが160万再生。え、すごい。でその後がキャッチャーのサインが160万再生。めっちゃ昔に撮ったやつだ。であとプロ野球界の窃盗話が130万、うん、まあ、140万再生、うん、で、引退して7年の里崎がホームランを打てるのかが135万再生。あ、球場で撮ったやつですね。でロッテ松川光についてが130万再生、でプロ野球選手の一日のスケジュールが127万回再生。ショート動画もありますね。そう、うん、でちなみに過去の全部の動画のトータルでいうとプロ野球選手の1軍と2軍の違いが、まあ、180万再生ぐらい、うん、はい、もうそれ初期に撮った動画ですね、はいはい、19年、うん、2019年11月3日3年前。このチャンネルをもう3年超えたんですね、うんうん、でその次がプロ野球界のタバコ事情が165万回再生、はい、うん、2020年5月29日あと苦手な球場ベスト3が130万再生、はい、が佐々木チャンネル的な動画数、うん、へー。ちなみに第4位が佐々木チャンネル熱愛報道についてですね。全体で見たら第4位が あれですか、熱愛報道ありましたね。熱愛報道あったね。122万再生されました。おー、いろんな人に言われたもんな。パカマラちゃん大丈夫みたいな。ドッキリだからって中身見てって、うん、でちなみにですね、現在今日12月23日なんですけど、はい、23日現在で視聴回数が1億回超えてます。おー、楽しい。ありがたいね。はい、1億回超えてね。へー。で登録者人数が、57万人です、はい、今年1年間で7万5千人増えましたね。おー、すごい。いや、ありがたいですね、うん、で、まあ、コラボとしては、はい、パリーグ TV さんとの NFT のやつとか、うん、プロスピで、はい、斉藤和美、ジージー佐藤、岩隈が来てる、うん、プロスピの企画、はい、あと青汁、うん、加納舞子さんとの、はい、で、那須さん、うん、で板野友美さん、うん、あと乃木坂です。乃木坂とコラボ、はい、みんな可愛かったよな。はい。しかもみんな一生懸命してくれるしね、はい、すごい。本当に野球好きそうでしたね。うん、へー、楽しかったです。久保ちゃんとか楽天ファンの久保ちゃんもいたんですよね。うん、いたいたいた、うん、だから4人でもしね、始球式されるときは受け手が足りないと思うんで僕行こうかなと思って。それは、うん、LG だから、うん。先生緊張してポロリしそうじゃん。だって言われてへんやろな、もう認識されてないやろ。まあね、どうします乃木坂出て、うん、今日やったその一番トップのその百何十万回、うんうん、1軍と2軍の差を一気に抜いちゃったらどうします。いや、もう喜ぶよな。喜ぶよ。そんなん俺は別に何でもいいもんな。結果が全てなの。そうですね。そう、うん、もう乃木坂ファンの人に見てもらいたい。そうですね、全員に、はい、もう、うん、あの100回ぐらい1人、はい。可愛いって言ってね。まあ、ということでね、はい、まあ、年明けましたけどね、2022年もね、はい、多くの皆さんにご視聴いただきね、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました、今シーズンもですね、またいろんな企画を通してですね、はい、皆さんに楽しさを供給してますし、うん、プロ野球選手もめちゃくちゃ見てるんですよ。何人見てるって言われたか、プロに入ってくる選手も見てるんでしょう、うん、多くの選手が見守ってくれてる佐々木チャンネル、はい、今年も頑張っていきたいですね。そうですね、はい、はい、じゃあ皆さん、今年も1年間よろしくお願いします。はい。